マキシマムデイズ。やあ、鉄宮健介です。マキシマムデイズ2回言ったよ、タイトル。やっていきます。さて、前回バスケをやっていたっていうことでね、この2人、ヒロイン2人のおっぱいがボインボインになってました。正直このマキシマムデイズっていう動画は、ね、ゲームの実況動画はね、もうそういう卑猥な言葉を発するのが苦手って人には向いてない、そんなゲームになっております。だからね、このパートから見始めた人ね、おっぱいとかそういう卑猥な言葉が嫌いな人はね、もうパート1から見ないでください、そういう動画になっております。というわけで、まあ選択肢です。前回のパートでこれ、こういう選択肢があるってことで、まあ終わったんですけど、この3つの選択肢、そうやな、このうちタクローとバスケで全国を目指すって今最初に見るとする、あとの2つどっちかをキャスでやって、あとで YouTube の方にアップするときにもう一つもくっつけるみたいな、そういうパターンを取りたいんで、この2つのどっちか、どっちを見たいかっていうのをちょっと投票で決めてほしいと思います。コメントの方で。とりあえずタクローとバスケで全国を目指す方やります。まあ頭の選択肢がねえな。どうなってんだよこのゲーム。メタ発言入ったよ、ななやくん。なんでもありか、お前。やっぱ俺もやってくるわ。腕や首をほぐしながら立ち上がる。1年前のあの日に不良を辞めてから満足に体を動かしてなかったからな。嘘つけよお前、今でもなうだろ、不良なうだろお前。1年前とか知らんから俺ら。たまには思い切りやるのもいいかもしれない。おう、聞いたのか。投げられたボールを受け取る。じゃあ付き合えよ、ワンオンワンだ。ああいいぜ。手のひらでボールの感触を確かめる。懐かしいな。700くんバスケ部だったみたいなこと言うけどさ、絶対バスケ部じゃないな。700くん性格的に部活とかやれなそうやもん、めんどくさがりそうやもんな。行くぜタクロー。俺は男子バスケ部に入部している。嘘つけ。バスケ自体の経験は授業で何度もあったが、自分から始めようと思ったのは高1の時だった。それまでは特にバスケに興味はなく、ただ近くで練習を眺めているだけだった。かつての光景が鮮明によみがえる。バスケに夢中になっているあいつの笑顔。いつか俺と同じネオン高校に入学して女子バスで全国に行きたいと言っていた。性別違いのに女子バスで生きると思うな、お前。マネージャーか。本当にマネージャー志望だったのか、お前。結局、その夢は叶うことはなかったけれど、そりゃ性別が違うんやけ入れるわけないだろうが。代わりに俺が彼女の夢を受け継ごうと思ったんだ。え？女子バスって、あ、女の子がおって、昔友達に女の子がおって、そいつの代わりに、みたいな。ややこしいな。いきなり設定、よくわからん設定出てくるもん、ややこしいわ。放課後、ガチやないか。日が沈み切った頃に練習を終える。ほとんどの部員も帰り自宅を済ませており、あとは体育館の戸締まりをして帰るだけなのだが。なんだ、まだやってたのかよ。拓郎が一人、まだ残って練習をしていた。結構ガチなタイプだったよ、拓郎バスケへの思いは。おう、悪いな、今日は残るわ。随分と気合が入っているな。いくら捨て面から外れたからって、チームのためにも練習は欠かせねえからよ。本当にスポコンみたいな感じになってるやん、お前。ギャグっつうかもうスポコンになってるよ。ギャグ10割じゃなかったん？足はもう治っているんだろ。医者にはもう感知したとは言われた。だから試合に出ても問題ねえはずなんだが、まだうまく飛べねえんだよ。もう大丈夫だって分かってんだがよ、まだ心の中で心が恐れてんだ。心が恐れたがってるんだ。ち、情けねえぜ、まったく。一度は全国を目指すとここに誓ったのによ。タクロー。ま、トラウマってわけでもねえから、少しでも練習して自信を取り戻してんだ。七山も早く帰れよ。八重ちゃんが心配すっぞ。何これ。もうスポコンになってきてるやん、お前ら逆なしか。こういうシーンにいきなり入ってきたことがギャグなんだろうけどさ。タクローは話を切り上げると練習を再開する。しょうがねえな。どうやら俺も感化されてしまったらしい。古いスポコンアニメみたいな BGM 流れるんじゃないよ。俺みたいなコアモテ系クール主人公には自分で言うんじゃない。クール主人公とか自分で言うんじゃないよ。
こんな少年漫画みたいな展開は合わないが、努力をするのは初めてじゃない。何このクロバスみたいなやつ、クロクロバスキみたいな展開は。次会ってやるよ。カバンを放り投げ、裾をまくり上げ、ビビってんのならそれを克服までな。なのや、お前バーカ、カッコつけてんじゃねえよ。そいつは俺のポジションだろうが。だったらさっさと取り戻せよ。主人公にサポート役なんかさせんな。へっ、ふざくんじゃねえよ。不安、恐怖と不安なんざすぐに超えてやるぜ。ほんと初見の方いらっしゃい、こんなタイミングで。それを乗り越えた先にこそ俺の目指すゴールはあるんだからよ。それから俺たちはバスケに奮闘した。毎日毎日飽きもせずに練習を繰り返し、拓郎は少しずつ自信と力を蓄えていった。いつの間にか俺も笑っていた。一度は捨てた笑顔を取り戻していた。バスケで全国を目指す、その誓いを心の原動力にして、今忘れていた青春が動き始める。デレレレレ月は流れ、その年の冬、完全復帰した拓郎と俺が率いる、何て読むんだったっけ、なんて学校名だったか忘れたけど、まあ全国の強豪校が一堂に集結する冬の大会、ウィンターカップの決勝に駒を進めていたすごいな、不良だった二人がここまでのし上がってしまったぞ。うわーおタクロー意外と似合っとんぞお前。あと鉢巻きはなんかおかしいと思うわ。バスケするときはその鉢巻きつけんの方がいいと思うわ。審判にファウルとか言われたらダメだろうけどな。いやバスケのルール知らんけどさ。ついにここまで来たな。ああ長く険しい気乗りだった。だがそれも泣いても笑ってもこれが最後だ。だが決勝の相手は皇帝高校、本当に強そうながバスケ強豪校、強豪校みたいな名前しとんねんか10年に1人の天才と言われる選手が5人も揃っている超強豪校だ。え、クロクロバスケの話をしてるのかお前ら。ジャンプか、ジャンプ見てお前ら感化してるのか。俺たちに勝てるだろうか。試合を前にして拳が頭に震える。どうしたビビってんのかよバーカ。むしゃぶるいってやつだ。まあ俺たち3年はこれが最後だ。お前らいつの間に3年やったんやその締めを飾る試合が全国決勝ともなれば俺も緊張せずにはいられねえけどよ、絶対に勝とうぜ、俺とお前とチームのみんなで。ああ、拓郎と拳を合わせる。今の拓郎に恐怖と不安はみじんも感じない。ただただ自信に満ち溢れていた。てか今気づいたけど目からビームみたいなの出てましたよ。もうゾーン入っとるぞお前。拓郎ゾーンを覚えてるのかお前。七谷さん、拓郎さん頑張ってください。絶対勝ってよ、レイちゃんも応援に来てるから。誰だレイちゃんっていうのは。綾波レイか。エヴァンゲリオンの話戻ってきとる。残酷な天使のようにか。駆けつけてくれた3人に及田拓郎は拳を抱えて、かけて、拳をなんて読むんだこれ、掲げて答えた。いやレイちゃん知らんけんな俺、いきなり知らんジムで出されても困るんですけど。これよりウィンターカップ決勝戦、日本高校と皇帝高校の試合を始めます。ホッスルは鳴った。あいつのバスケ。というわけで、これ選んだんで、次こっちかこっちってところで、一番上っていうコメントがあったんで、八重ちゃんをくんかくんかしようぜ。おかしいだろ、お前が言うなや。じゃあ出すなよ、お前選択肢に。くんかくんか。なんだよ、くんかくんかって。くんかくんかは？そりゃくんかくんかだよ。ただの変態じゃねえか。知らんがな。俺らが知らんがな、お前が選択肢だったんじゃ。俺はそれに従ってるだけじゃ、バーガバーガ。すごい暴言だろ。ここは普通なら誰かと話して時間を潰すのが選択肢的には正解だろ。だからくんかくんかしながら話すっていうのはどうよ。一体何をどうやったら嫌えよ。くんかくんかするっていう選択肢が現れるんだ。あ、それは奈々くんが思春期やけんな。しょうがない。
いや、時間を潰すという行為的には、行動的には多分間違ってはいないのだが、なんというか、ほら、な？なな先輩、なんというかって言われても僕わからないんです。なぜなら子供だからです。教えてください、人生の先輩として。まあやるけどな、やるんでないが。それにしても暑いね。体育館も冷房あればいいのに。あー、汗ベタベタして気持ち悪い。早く帰ってシャワー浴びたい。そうだ、後でなっちゃん家のお風呂貸してよ。え、それは遠回しに入っている時にいきなり入ってきてねってそう言ってるのか。そういうラブコメ的な展開を規定してるか、八重ちゃん。いいぜ、そういうんだったら行くぜ。いいけど、その前にお願いが。何？お願い、何かな？匂いを嗅がせてもらえないでしょうか。なんでそんなに丁寧な口調で頼むんじゃ。それ斬新やな。ここまで丁寧に言われたらさ、逆にどうしようもないような感じになってきたけど。は、は？リカちゃんまでびっくりマーク、当たり前か。え、ごめん、もう一回言ってくれる？匂いを嗅がせてもらえないでしょうか。え、匂い？はい。七重くんめちゃ真面目そうな言い方したんだ。何の匂いを嗅ぎたいの？八重さんの匂いです。なんでそこまでそこまで真面目っぽい言い方したの？いいでしょうか。どうして？完全にドン引きされてるじゃねえか。じゃあやるなや。どうすんだよこの空気。いや、いける。俺のマキシマムデイズの視聴者さんはさ、マキシマムデイズ見てくれよる視聴者さんはさ、多分こういう変態揃いやと思うけん。やっぱり言わなくていい。なんとなく分かったから。その、あ、リッカちゃん、ちょっと、リッカちゃんって変じゃないよ、お前。一瞬、わー、妄想のネタにしようみたいな顔になっとったぞ、お前。今って変ってじゃん。ペロちゃんみたいな感じになっとるけどさ。見たからな。溜まってるってやつなのかな？はい。しょうがないにゃ。いいよ。何お前。サラトンニャーっていう猫キャラ使ってんの。かわいいな。って、そんなわけあるかーい。ノリツッコミー。マキシマムデイズボケとツッコミがすごい流れで来るのにさ、何気にこれがノリツッコミ初めてですよ。見事なノリツッコミだと感心せざるを得ない。はあ、全く突然何を言い出したかと思えば。なっちゃん、いつまでそんなフェティシズムに目覚めてしまったの？ガイアが俺にもっと賭けと支え合えていた。何それ、そのガイアって人多分殴られればいいと思うよ。いや意味わかんないよ。ノーマルに行きようよ、ノーマルに。それにこういうことは時間と場所をわきまえなきゃダメだよ。わきまえたらいいような発言をするんじゃない。この前のおっぱいもみたいみたいな話でもあったけどさ、時間と場所をわきまえればしてもいいのか。あのそれでしたら、私の匂い。リッカちゃん、そんなところ張り合わんでいいぞ。なんなの、香水変えたの君。嗅がない。はは、はーい。ペロちゃん、やめろ、ペロちゃん。当たっちゃった。本日もお疲れ様でした。一番疲れたんは、この動画を見よるあなたでしょうか、視聴者さん。うなっていた。これどうすか。机の上には映画のペアチケット、あ、拓郎からもらったやつじゃ。今日の昼休み拓郎からもらったやつだ。そして明日は休日、ちょうどいいで。行かないのはもったいないよな。映画に行くのは別に問題ない。俺自身映画が嫌いというわけでもないし、流行り物も人並みには見たりする。七谷君の世界ではどういう映画があるのか。ダイハード2か。めっちゃ古っ。なんでダイハード2出てきたん俺。せめて4だろ。ラストデイが一番最後かな。5作目。知らんけど。俺、ダイハード全く見たことないのに、そんな話しようけどさ。なんでダイハード出てきたん俺。全く見たことないのに、ダイハード。視聴者さんはどんな映画が好きかな。やいだったら、恋愛映画は好きだろうから。誘ったらきっと喜ぶだろうな。俺、
恋愛映画とか全然詳しいんだけど、最近どんなやいようかな。シジョも誘ってやればホイホイ来そうではある。え、誘っていいのかシジョ。え、3人で行くの？それちょっとさ、三角関係で気まずくない？大丈夫？あいつの映画の好みなんかは全然知らないが、まあ誘ってやらない理由はないか。リッカちゃんのことやけん、心が叫びたがってるんだとか見たがらそうやもんな。アニメ、そうアニメ、もしかしたら劇場版ラブライブとかそのあたり見てそうやもんな。あいつの映画の、あ、ここ読んだわ問題はどっちを誘うか。ここ数時間そこでつまずいていた若干ピュアなところ入っとんねないか。別にいいやろ、もう一枚チケット買って3人で行くって。あ、そうしたらさ、あの三角関係が思い出しもんか。どうなんだろうこのあたり。これ選択肢出るんかな。やはり八重を誘うべきだろうか。数年前俺がやんちゃしていた頃、八重にはいろいろと世話になったことがある。ナナ、保健室に行ったら大体おるん？手当てしてくれるん？そんなタイプの人間だったん八重。あの時に彼女の支えがなければ俺は全てを諦めていたかもしれない。それだけあの時の俺は荒んでいた今も大概やろうが、頭の中の妄想とか幼稚なところとか前回のパートなんか人の消し込む時期って、それを女の子にぶつけよったけんなそれ考えたら今もそれなりに荒んどったぞだからこそ少し大げさかもしれないが、俺を救ってくれたヤンにはとても感謝している。そんな過去があったんじゃ。できれば後に過去編みたいなのしてほしいな。そして純粋にその時のお礼をしたいという気持ちが俺の中には強くあった。市場はどうだろうか。出会ったのは1年前に例の路地裏でパート1の話ですな。付き合いそのものは彼女が転校してきてから半年ほどしかない。転校の理由も本人から聞いた。奈々屋さんに会いたかったと。その市場の気持ちに気づかないほど俺は鈍感でもないし、そもそも本人の口から何度も好きと言われている。俺自身も市場のことは嫌いではない、むしろお客だった。この半年間一緒に過ごしていて楽しいとすら思っている自分がいる。ああ、そうなんじゃ。結構そっけない態度も見せるんやけど、ここの中ではみたいな感じなんじゃ。おお、そういう関係も悪くないな。市場は他には。そういや俺市場のこと全然知らねえな。分かっているということは、分かっていることといえば、家では引きこもりで、引きこもりなんじゃ。結局引きこもりなんじゃ、リッカちゃんって。まあ、オタクやけんな。実はオタクやけんな、あの子。ちょっと頭の言動のおかしい、ブヒ系お嬢様。初めての言葉やな、ブヒ系お嬢様って。ツイッターで流行らんかな、ツイートしたら。広めたらどんな感じになるだろう、ブヒ系お嬢様。データに刺されば市場のことを知るいいきっかけになるかもしれない。それでも彼女に近づきすぎてはいけない。市場を見ていると思い出してしまう。俺は恐れている。また、いや、そのさ、何に恐れとるか、700の過去に何があったとか、できれば早い段階で教えてほしいんですけどな。何なんだろう。いや、いかんいかん。考えが悪い方向に偏ってきた。時間もリミットが迫ってきていた。そろそろ決断をしなければ。わー、出てきた、やっぱ出てきた。これ重要すぎる。この選択肢めっちゃ重要すぎる。ロードじゃないわ。セーブセーブ。これ絶対セーブ。え、どっちだ？視聴者さんは八重ちゃんとリッカちゃんどっちの方が好きなんだ？え、俺、おっぱいで見れば八重ちゃんやけど、八重ちゃんじゃないわ、リッカちゃんやけど、おっぱいで見ればリッカちゃんやけど、おっきいけん。ただ、ショートヘア好きやけん、八重ちゃんの方が好きなんよな、見た目は。おっぱいを取るか顔の見た目を取るかみたいな感じになってますあ、今日初見やけど八重ちゃん派が一人おるわけですね。じゃあ八重ちゃんにしようかな。まあ俺やい、まあ誘いやすいのは八重ちゃんの方かなって思うけど、八重ちゃんかな。やっぱり八重を誘おう。付き合いの長さで決めるつもりはないが、やはり俺にとって八重はかけがえのないやつだ。そんな八重に少しでも恩返しができるならデートくらい安いもんだろう。先にメッセージ送っとくか。携帯の近くいないかもしれないしな。お姉さま、電話をかけるわとトークアプリでメッセージを送る。なんでお姉さまなん
ナナヤ君、いつもヤイちゃんのことをお姉様で呼び始めたの。え、数時間考え抜いた挙句お姉様と呼ぼうという結果が生まれたのか。そんなことしてるんだったらどっちか、どっち呼ぶか決めればよかったのにな。なんでお姉様と呼ぶっていう結論に出たんだろう。考えることが違うぜ。返事が来たら電話をかけよう。ええ、よくってよ。本当にお姉様みたいな返事になってるやん。よくってよとか、絶対これ金持ちのお姉さんしか言わんようなよくってよって、庶民が言わずよくってよ。そこで返事が来た。ノリがいいな、八重ちゃん。市場といい八重といい、なんでこんなに返信が早いんだ、返事が早いんだ。それはスマホに心を奪われてるからです。多分ツイッターら1日の半分ぐらいツイッターを TL を見て過ごしている人間なのかもしれません。悲しいことです。あいつらは四六時中携帯の前にいるからよ。まあいいか、それでは早速電話。緊張とかしてないんだからね。七百くんが、七百くんがツンデレになっても可愛くないからな。分かってるか七百くん。もしどうしたの、やいちゃんが恋しくなっちゃいましたか。バカにしてるな。お姉さん、お姉さんもキャラを立てたんはいいけどさ、ちょっとバカにしてるな、やいちゃん君。さてはヤンデレなのでは。なるほど、ヤンデレだからすぐに彼が連絡を来るに違いないわみたいな感じで、早く来てなっちゃうみたいな感じ。やいちゃんのことちょっと見る目変わります、それ。やえちゃんいなくて寂しいでちゅう。700も乗るんじゃないよ。わ、キモ。やえちゃん乗せておいて、なんなんその突き放す感じ。なるほど、これが新時代のツンデレってやつだな。やえちゃんツンデレキャラになり始めたか。ひで。700もそこはひでブーって言ってさ、北斗の剣みたいな感じにしてほしかったな。あは、そんでどうしたの。明日暇か。うん、特に予定は入れてないよ。なっちゃん家でカンコレやろうと思ってた。映画に行かないか。映画いいよ、何見に行くの。天界のプトレマイオスってやつ、ちょうどペアチケットが手元にあるんだわ。マジで、今コマーシャルバリバリ流れてる映画じゃん。確か恋愛ものだったよね、見たいと思ってたんだ。行こう行こう。でこれってもしかしてデートのお誘いってやつですか。おっと、ややちゃん期待しているな。そうだな、絶対そう思ってないってことないやつだなこれ。え自分から聞いといて驚くなよ。多分ななやくんはそっけなくそうだなって言ったんだと思う。ガチで、ガチで、絶対ガチでとは思ってない。あ、う、え、う、うん、やえちゃんいきなりピョンになっちゃった。やえちゃんがいきなりピョンになっちゃったな。なんだよ。いや、普通にデートに誘われるとは思ってなかった。まあたまにはな。リッカちゃんはいいの。なんでリッカが出てくるんだよ。だってリッカちゃんなっちゃんに猛アタックしてるじゃん。だからデートのお誘いならリッカちゃんを誘ってあげてもよかったんじゃないのかなって。市場はそういうのじゃない。じゃあ私はそういう風に見られてるってこと。しまった、墓穴を掘った。悪いかよ。うん、全然悪くないよ、むしろ嬉しいってばよ。なんでナルトになったんや、えちゃん。二重ナルトみたいな感じになってるよ。二重ナルトって悪くないな、響き。そうかよ、じゃあ待ち合わせは昼前にうちでいいか。恥ずかしくなってきたので、そろそろ話を進めることにする。待って待って、待ち合わせは現地集合にしない。なんでだよ、一緒に行けばいいだろ。せっかくのデートなんだし、待ったとか、うん、今来たとこってテンプレやろうよ。形にこだわる派なんだね、やいちゃん。やんねーよ。わかったよ、じゃあ10時映画館の前で待ち合わせていいか。あいよー。じゃあ切るぞ。やいちゃん電話が切れたから言った方がいいよそれ。わ、キモ。おっと、奈々くんのキモ返しだ。キモって言われてさらにキモって返すという行動技術出ましたね、奈々くん。いやー、なんかなっちゃんのあまりの可愛らしさに自然と笑みが出ちゃってさ。うるせえな、もう誘わねえぞ。
もう照れちゃって切るぞ。はいはい、なっちゃんも夜更かしして明日は寝坊しないようにね。じゃあおやすみ。おやすみなさいまし。はあ、なんかこの二人の仲いいからこそできるっていう葵の応酬みたいな感じがあったな。こういう仲のいい女の子がおったらなって思ってくる。それが非リア充の現実です。というわけで時間が時間なんでここでホワイトさせていただきます。これどっちも遅れるか早く着くフラグかなって、そういう展開の方がちょっと面白いかもしれませんね。マキシモデイズだったらネタに走れそうで。というわけで週明け、エクストラステージ。さあキャスではやらなかったリッカちゃんを凝視するし、なんて読むんだろうこれ結局調べずにおったよ。この女って感じで2つでつなげて、なんて読むんこれ。ちょっと卑猥な言葉っぽい感じがするので検索するのはやめた。まあ検索してみてください自分で。まあリッカをまあもうまじまじ見つめるってことやねさあキャスではやらなかったこっちの選択肢をやっていきたいと思います。そういうゲームじゃねえからこれ。その前にはリッカちゃんのことをもう強調するようなエフェクトを出すんじゃないよ。しかもどっちかと言ったらリッカちゃんというよりはおっぱいみたいな感じの、おっぱいが中心に来てるからね。もう完全にマジマジの水める気満々ですな。だが俺は神の選択肢に逆らうことはできない。いつもよく俺神になってるよ。バックステップの神様じゃなくてさ、本当の神ゴッドになりましたよ。すまんな師匠、絶対すまんと思ってないなお前はあ、めっちゃ喉乾いたし、あたし向こうで水飲んでくるね。行ってろー。行ってきー。マスって言えよマスってよっしゃー、邪魔者ややちゃんが消えました。さりげなく私とナヤさんを二人きりにしてくれる。さすがややさんはメインヒロインの鏡ですねややちゃん自分の都合のいいように、考えてるんじゃないね君師匠、ちょっといいか。ちょいちょい。はい、なんでしょう。笑顔で、めっちゃ笑顔で近づいてきたな。俺が手招きすると、嬉しそうに近づいてくる。まあ、かわいいな。まるで犬だら。あれ？この前、牛だったはずなんやけどな。牛って言うたん俺やけど。豚だったり、牛だったり、犬だったり、ヤエちゃんはどんな動物でも例えられるんかな。でもゴジラはダメ。ゴジラには立たれらんけど。何ですか？内緒のお話ですか？どっから内緒って言葉出てきたの。ちょっと本当にそっちの方向で考える癖あるね、リッカちゃん。うむ、大事なことだぞ。大事なことですか？なんだろう、なんだろう、私気になります。なんかどっかで聞いたことな、評価やん。評価みたいな感じになってるやん。評価のヒロイン、なめても嫌だったっけ。ちーちゃん、ちーちゃん、ちちゃんだ、エルちゃんだ。確かにキャグタは似とんかわ。おしとやかさって感じ。リッカちゃんおしとやかかな、微妙なとこになってきてますけど。市場に尻尾を生えているとすれば、今頃はブンブンと元気よく食っていることだろう。確かに。現実は犬ではなく豚だが。豚におっぱいつけた感じ。豚と牛を混合させたキメラ的な感じですか。いつもブヒブヒ言ってるし、ブヒーフゴフゴ、今もブヒー言ってるわ。じー、しかしこうして市場のことをまじまじ見るのは初めてかもしれない。市場の全身、頭の底辺からつま先まで舐めるように、舐めまくるように凝視する変態の目線。クイクイとした大きく丸い紫色の瞳がまっすぐに鬼の姿を見つめていく。その瞳の奥には鬼に対しての好意や期待、純粋な好奇心で溢れているように思えた。リッカちゃんなんだかんだでピュアだからな。淡いリップが塗られた唇が小さく動くと、つゆやかな彼女の一面を俺に見せてくれる。どうかしましたか。完全なピュアな、何も疑ってないような顔でこっちを見てくるね。市場がキョドンと臆病をかしげると、桜色の長い髪がふわりと揺れた。すごい凝視しとるせいでさ、細かい描写をちゃんと言葉にして伝えてくれるからな。
桜色の長い髪がふわりと揺れたとか完全の小説の領域。七谷さん若干不安そうになってきてるやん。レカちゃん、七谷君が何も言ってくれんけん。視線を落とす。出たおっぱい目線。うむ、目の前には例のあれ、バスケットボール2個、バスケットボール2個、バスケ終わったのに、てか授業も終わったのにまだ入ってるバスケットボール2個。前後の健全男子が夢見てやまない。それいわゆるおっぱいである。やっぱこのゲーム卑猥だなって思う人はこのゲーム動画を見ない方がいいぞ。体操着の上からなので全容は明らかではないが、それでもわかるその圧倒的なボリューム。月並みな表現で申し訳ないが、それはまさしくメロンの兄弟が仲つつましくかな、わからんけど寄り添っている光景だった。スイカップを超えてメロンなんだな。加えて白を吸った体操着は少し透けており、うっすらと見える下着の輪郭にさらに興奮は加速した。これ官能小説みたいになってるぞ。奈々くん、R18な動画にするんじゃないよ。その市場は自分のおっぱいに向けられる熱い視線に気づくと、あからさまにそわそわと体を揺らし始めた。視聴者サービスパネーな、リッカちゃん。あ、リッカちゃん、最終的にはこちらの下水姿勢に耐えかね、身まで真っ赤にして顔を伏せてしまった。耐えきれんかった、リッカちゃん耐えきれなかったぞ。ちょっと刺し始めた自分の体がまじまじとも認められることよ。だがそれがいい。一文字一文に間を開けるんじゃないよ、ななくん、いやらしいな。そんなに見られるとは恥ずかしいです。市場は周知心の限界を迎えなどが、両腕で胸を抱くようにして隠してしまった。しかし結果的にその行動が父を押し上げ強調し、大の興奮をさらなる高みに導いたのは言うまでもない。奈良君、本当に言葉遣いがうまいね君。奈良さんからエッチな視線を感じます。さて最後に下半身、もう完全に奈良リッカちゃんの体を楽しんでいるような感じだね。楽しみまくってるね。スキベだね。みんな大好きブルマと魅惑の太ももの合わせ技である。白くみずみずしく存在を主張する美脚は思わず手が伸びそうになる魅力を秘めていた。何なの奈良くん。女体ソムリエ的な感じの資格持てるの君。めちゃくちゃ言葉遣いが言葉の叩き方がうまいな。もじもじと太もも同士をすり合わせている光景は単純にエロい、すごくエロい、やばいエロい、やばいエロい。いいなその言葉、やばいエロいって。今後使っていこうかな俺。体中に奈良さんの視線を感じます。奈良さんの熱い視線が私に、だんだんリッカちゃんのセンサーが狂い始めてきたぞ。はっ、つまり奈良さんの熱いのが私の中に。リッカちゃんまでやばい表現をし始めたぞ。この言葉遣いはちょっと危ないな。この動画が R18 になりかねないな。なんか頭おかしいこと言い出したぞ。奈良くんのせいだよ、奈良くんのせいだからな。ラベー、赤ちゃんできちゃう。もう同人誌の方に持っていくんじゃないよ。エロい系の同人誌の方に持っていくんじゃないよ。ラメー、奈良くんがダメ言い出してよ。ブギー、言ってみたかっただけです。これ見て終幕。いや、バッパーで終わらせな、お前。ペロちゃんまだ出てきたじゃないか。本日もお疲れ様でした。その顔で済まされるような言葉じゃなかったんだよな、リカちゃん。これ数時間悩み続けなくてもうんうんなるわ、これ。この展開見せられたら。というわけで、まあ今回はここら辺で、マキシマムデイズ、もう今後パート10とか15あたりになってきたらさらに激しさを増すんだろうな、こんな表現が。卑猥な発言とかそういうのが嫌いな人は本当に向かないゲームです。でもそういうのありで逆に楽しめてますって方はこれからもどうぞよろしくお願いします。というわけで、仕上げ。おっぱい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 
っぱいお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 っぱい。